はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、宅建に落ちている方々の共通点、これについてお伝えできればと思っております。まあ、実際に、私宛てにですね、合格できなかった方々からメールをよくいただくんですね。で、まあ、その方々、どうやって勉強してきたのかだったりとか、どんな教材を使ってきたのかとか、まあ、詳細に書いてくれる方も、やっぱ意外と多いんですね。で、その中で、じゃあ私どうやったらいいんですかみたいな、まあ、ご質問を受けるんですよ。で、そういった、落ちた方々の勉強の仕方だったりとか、勉強で使っている教材だったりとかを見ていくと、共通している部分があったんですね。で、逆に、合格している方々、で、言うと、まあ、弊社の個別指導の受講さん、大体7割ぐらい毎年合格していただけるんですけれども、その方々と比べて、やっぱ何かやっぱ違う部分がやっぱあったんですよね。で、弊社7割合格していると仮定すると、3割は落ちているわけなんですよ。で、この落ちてしまった方々も、加えて考えてみると、今からお伝えをする、やはりこの3つですね。これがやはり、落ちている方々に共通する点だってことが分かったんですね。それを今回一つ一つ解説させていただきます。まず一つ目が、問題量が少ないっていうことですね。試験日までに、どれくらいの問題量をこなしたかっていうところなんですよ。合格していく方々で言うと、まあ、最低過去問10年分はやってます。で、プラスアルファ予想模試。これもですね、3回分以上はやってますね。だいたい、市販の予想模試で言うと、1冊買ったらこれ3回分なんです。なので、まあ、1冊は買ってやってるっていう話ですね。まあ、もうちょっとやっぱやってる方もいるかもしれないけども、大体、一冊分は絶対やってます。予想模試やってませんって方はまずいないですね。だから、過去問10年分プラス、まあ、予想模試は一冊最低やっていると。まあ、いった感じですね。で、落ちている方々で言うと、例えば過去問が5年分しかやってないとか、3年分しかやっていないとか、まあ、そういった方々ですね。まあ、予想模試はね、大体やってるんですけども、過去問の年度数が少ないっていうのが、やっぱり大きいと思います。で、二つ目が何かっていうと、復習量が少ないっていうところです。復習の回数を1回とか2回だけでは正直ですね、頭に入らないんですよ。で、これは私もそうだし、頭がいい方、いわゆるその大学とかも行ってますとかね、高学歴の方いらっしゃいますよね。そういった方々であっても、1回2回勉強しただけで頭入るってことはまずないんですよ。3回、4回、5回ってやっぱ復習するんですよね。でも、落ちてる方々っていうのは、一回二回の計画しか立ててないんです。もしくは、ま、計画自体立てていないとか。そうすると、やはり復習回数って少なくなっちゃうんですよね。だから、過去問10年分やったとしても、一回しかやってない、二回しかやってないってなってくると、やはりそれでは頭に入らないので、合格って難しいんですよ。やはり3回、4回、5回と。復習回数をやはり重ねていかないと難しいんですね。だから、計画を立てるにしても、そういった計画を立てて、で、その計画に従って実行していくってことをやっていかないといけないっていう話です。で、ここで、一番との関連でお話ししたいんですけども、この、問題量が少ない、復習量が少ない方の多くがですね、どんな勉強をしてるかっていうと、テキストを読むっていう勉強をしてるんですよ。テキストを読むことを一つの勉強の中心にされている方っていうのは、これやっぱ少なくなっちゃうのは当然なんですよね。で、私自身、よくマクドナルドとかで仕事をしたりするんですけれども、そこでですね、宅建の勉強をしてる方とかっているんですよ。で、どんな勉強してるかっていうと、多くの場合がテキストみたいなのを読んでる。参考書を読んでるんですよ。問題を解きながら参考書を読むんじゃなくて、参考書をひたすら読んでるって方いるんですね。で、参考書をひたすら読んだとしても、頭に入らないし、大体が使えない知識なんですよ。なぜかっていうと、出題のされ方がわからないわけですよね。テキストをすべて頭に入れようとしたとしても、頭に入らないですよね。量が多すぎて。なので、過去問を解きながら、あ、過去問で出題されているポイントってどこなのかと、あ、こういうポイントが出題されているのかって、確認した上でテキストを見て、あ、この部分に書いてあるなと。で、その周辺のところを読む。同じように、次の問題もやって、あ、これはここがポイントなのか。あ、これはこの辺問われているな。で、この周辺読む。みたいな感じで、ちゃんとポイントを絞って勉強していくってことをやっていかないと、もうどれだけ時間あったとしても、足りないんですよね。だから弊社の個別指導とかでも基本的には問題集を中心にやっていくんですよ。で、問題集を中心にやりながらテキストを辞書代わりに使って勉強を進めていくっていう流れを取ってるんですね。そうすると問題量もたくさん解けるし、復習回数もその分増やすことができるんですよね。だからテキストっていうのはあくまでもざっくりどんな勉強をするかっていうのを確認するぐらいなんです、初めに。
細かいところまで読むというよりも、あ、こんなこと勉強するんだな。一つの単元あるじゃないですか。一つの単元あったら、初めの5行ぐらいかな。もうそれぐらいさらっと読んで、あとは項目ですよね。例えば自己の完成猶予って書いてあったら、自己の完成猶予ってどんなものなのかっていうのを一つぐらい事例をね、確認しておけばもうそれで OK なんですよ。あとは問題を解きながら確認をしながら理解を深めていくってことをやる。もうそれで十分なんですね。自己の完成猶予の内容を一つずつ細かくね、確認していくってことをやっていると、もうそれ時間が足らないです。これできないですからね。問題をたくさん解く。復習量をたくさんやっていくってことができなくなっちゃう。時間的に難しいですよね。なので、ぜひそのような勉強の仕方に変えていくってことを行いましょう。で、三つ目ですね。卓球の教材だけで勉強しているっていう方です。これ、だけっていうところにこう線つけているんですけども、卓球の教材だけで勉強していると、理解すべき内容が、この教材に載ってないんですよ。ポイントは載ってます。ポイントは載ってるけども、じゃあそのポイントを理解するための情報までは載ってない場合がほとんどです。これは、市販の教材もそうだし、予備校通った場合の予備校で支給される教材でもそうです。あと予備校で、使っている動画だったりとか、通信講座の動画でもそうです。そういった内容でも、やはり、理解すべき内容まで、その教材に載ってないんですよね。それだけで勉強してても、理解学習できないんですよ。だから結局、卓球の教材だけで勉強している方っていうのは、丸暗記学習になっちゃうわけです。で、丸暗記学習になるとどうなるかっていうと、過去問の点数は上がってきます。過去問は何度も復習するので、過去問の点数は上がるけれども、真の実力はついてこない。だから、実際の本試験で、合格点マイナス1点とか、マイナス2点ぐらいで落ちちゃうっていう風になっちゃうんですよ。だからそうならないためにも、ちゃんと、卓球の教材だけじゃなくて、それ以外の、ま、教材っていうか、ま、専門書とかですね。あとは専門の、ネットの情報とか、そういったところで調べるってことを、ぜひ行っていきましょう。例えば、権利関係だったら、弁護士さんとか、法律事務所のサイトだったりとか、法令上の制限だったら、国土交通省とか、都道府県とか、建設業者のサイトだったりとか、税金関係だったら国税庁、税理士さんのサイト。まあそういったもので調べながら勉強を進めていく。そうしていかないとやっぱり理解って深まらないので、結局本試験で初めて見る問題で解けないっていう風になっちゃうんですよ。本試験っていうのは頭が真っ白になるっていうのはもう前提なんです。これは私でもそうです。頭真っ白になっちゃうんですよ。やっぱ緊張しちゃうんで。それでも合格点取っていかないといけないんですよね。で、そのためには頭が真っ白になったとしても、問題文を見て、そこから答えを導き出すっていう力をつけていかないといけないんです。で、そのためにはちゃんと理解をするってところなんですよ。理解していたら、問題文がもう一つのヒントになってるんですよ。あ、こうこうこういう状況だったらこうだよなと。あ、だから、あ、こういうルールだなと。で、答えを導いて正解というような感じです。多くの方が丸暗記学習ですよね。丸暗記学習だとどうなるかっていうと、問題文があります。あれ、どんなルールだったっけ？こっちだったっけ？こっちだったっけ？もう、あとは記憶をたどるみたいな感じになっちゃうんです。で、あ、こっちだ！もう勘でこっちだ！ってやっちゃうんですよね。大体間違うと。正解しても2分の1の確率ですよね。これでは、やはり運任せの試験になっちゃうんですよ。なので、丸暗記学習をやってる方っていうのは、毎年運任せです。運が良ければ合格するし、運が悪かったら落ちるというふうになっちゃいます。だからそうならないためにも、ちゃんと理解をしながらやる。これをぜひ行っていきましょう。で、実際個別指導ではこの3つを全て解決するような勉強の仕方を行ってますし、また教材自体も調べなくてもいいように、市販の教材だったり予備校の教材には載ってないような理解すべき内容も弊社の教材には載せているんですね。だから弊社の教材使っていただければ、それだけで理解をしながら学習することが可能です。なんで短期間で実力を上げることが可能だということなんですね。もしあなたが今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。また、この動画が終わった後に、個別指導ってどんな内容なのか、その動画も合わせてお送りさせていただきますので、そちらもぜひご確認いただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。先ほどお知らせした個別指導の内容については、こちらの真ん中の動画をご覧ください。個別指導のお申し込みについては、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。